はい、こんにちは。速稼塾の久保です。10年前ですかね、ビットコインを使ってピザを買ったって話、世界ピザ税ってのがありますけども、よく暗号通貨の世界では言われてることなんですが、これ私ずっとね、ちょっとした、持った話、フェイクに近いような話だと思ったんですよ。つまり、私たちが想像するのは、ピザを買ったって言ったら、例えば電話してね、ピザロイヤルハットですとか出て、すいません、ピザ2枚ください。1万ビットっていうのをちょっといいですかねみたいな感じで、イレギュラーで交渉して、現金じゃなくってね、じゃあ1万ビットっていうのをちょっと送りますんで、それで2枚くださいよみたいなことを、なんかご利用してたのかなっていうのを想像するんですけども、いや、実は私がずっと考えたらそうじゃなくてね、なんか仲のいい友達同士で、なんかわーっとね、5人ぐらいで集まって、みんなでピザ注文しようぜ、割り勘なみたいなことをやってたわけです。で、その中の一人が、俺ちょっとさ、1万ビットをあげるから、これで俺現金払ったことにしてくんないみたいな。ああ、いいよみたいなんでね。そんな形で、無理やり、実際に事実としてね、ビットコインにピザを買ったっていうのを作り上げたんじゃないかなと思っていたんですよ。で、それを話題にして、知らせることによって、おい、ビットコインで本当にピザが買えたらしいぞっていう話題が話題を呼んで、ビットコインを、まあ、法定通貨まで引き上げようっていうふうな、そんな圧力がかかったのかなと思ったんですよね。でも実際検索してみたら、今初めてこれページ開いてるんですけども、ピザを10年前に1ビットコインで買った男が思うことって書いてますよね。買ったってことは、そのビットコインを誰かに払ってるんですよね。実は払った先の人のインタビューが聞ければなと思うんですけども、今ちょっと見つかっていません。はい。見出しにはこうあります。あなたが画期的なテクノロジー企業の株式を持っていたときを、その企業の成長をサポートするためにどれだけの株式を手放すことができるだろうか。スタートアップ企業の創業者は、新調達の際、常にこうした計算を行っている。およそ10年前、一人の開発者がビットコインでこの計算を行った。今なら100億円に相当、当時の1万ビットがね。で、ラズロ・ハニエツはビットコインを初めて買い物に使った人物と知られている。今知りました。2010年5月22日、ビットコインが誕生して1年余りが経った頃、彼は1万ビットコインでピザ2枚を買った。いや、どこで買ったのかな、ピザを。ピザロイヤルハットですか？ダイヤモンドピザですか？ドミノピザですか？そこが知りたいな。5月22日はビットコインピザの日として知られている。現在、ビットコインはおよそ9200ドル。ジョークのような話だが、2枚のピザは今なら100億円に相当すると。このストーリーはビットコインの主な用途を表している。まずは、投機だ。ビットコインの10年前の価値上昇は驚くべきもので、経済ニュースを言い出し、多くの人の参加を促進した。ビットコインはリッチになるものと考える人がいる。今はちょっとビットコインの動きはありませんけどね。逆に、信用通貨として使いやすいのはこういったボラティリティが少ない時ですよね。ビットコインは欲望を刺激する。確かに。なるほどね。ハニエツは語った。ビットコインを動かしているインセンティブは人の欲望だ。まあまさに暗号通貨ってのは儲かりそうだから買うわけですよね。で、儲からないから大丈夫みたいなね。ハニエツはビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトと同年代を生きた人物。二人目は何度かメッセージをやり取りしたと彼は語った。あ、サトシ・ナカモトっていうのはやっぱりグループじゃなくて一人なのかもしれないですね。それとも、サトシ・ナカモトっていうグループの中の一人が、ハニエツとやり取りしたのかな。初期のビットコインマイナーの一人だということですね。陶器は時にってね、冗談みたいですけども、正当な方法ではないからに扱わず、陶器はビットコインが誕生したときからビットコインの DNA の重要な部分であり続けてきた。FRB のジェローム・パウエル議長でさえ、陶器的な価値の存在として、ビットコインの役割を尊敬の念を込めて語っていると。なるほど。で、ビットコインでピザが買えるということを知って、それからビットコインで支払いをしに2、3件来たみたいですね。その他ちょっと記事を読んでいただきたいんですけども、結局ピザは、それから間もなくいろんなところでやり取りされるようになったみたいです。で、ライトニングピザっていう会社、っていうのが出てきましたね。日常の買い物にビットコインを使えるようにすることを妨げている原因がこの辺に書いてますけども、だが、ライトニングピザのようにビットコインで支払いをより簡単にするプロジェクトもあると。なるほど。4年間保有していた人は皆儲かっているというような常識。だが、一般的に企業は4年間保有しておく余裕がない。デジタルゴールドとして機能するか、みたいなことも書いてますね。まあ、この辺は、どうでもいいかなと思いますけども、最後だけ見ておきましょう。実際ビットコインには金属のような可能性、可憐性か、
強度が強くなる性質がある。10年後には9200万ドルのピザも笑い話になっています、ね。なるほどね。つまり、ビットコインとピザを交換した時のそのピザ、今の価値に換算すると、9200万ドルのピザだったというふうにも言えるってことですかね。これが大きいですね。で、結局、どの会社で一番最初にピザをやり取りしたのかってことはわかんないっていうことですかね。まあけどね、ライトニングピザっていう会社、ここが、まあビットコインを売ってくれたってのは、ビットコインで売ってくれたってのは確かにあるかもしれないですね。ライトニングピザ。まあ、ライトニングピザね。でもなんか、ライトニングピザで検索するとちょっと面白いことになりますよ。何これ、ちょっとそれはね、ご自身で検索してみてください。まあでも、ピザね。なるほどね。あり得るかもしれないですね、これはね。はい。じゃあ、今回は以上です。なかなかね、面白い記事でした。